回し蹴り一挙投げについて説明をします。なんで回し蹴り一挙投げ、そんなねトリッキーな技をやっているのかというと、こういうくじでもって技を決めて稽古しているんですけれども、このここに攻撃方法のが書いてあります。その中にですね、ちょっとパッと出てこないんですけれども、まあ、回し蹴りっていうのがあって、それと別に技の名前を書いたくじがあって、そっちに一挙投げと書いてあるということで、その回し蹴り一挙投げの稽古が結構面白かったので、ちょっと、説明動画を撮りたいと思います。はい、大丈夫かな。まず回し蹴りなんですけれども、まずこの回し蹴り自体がすごくいい稽古になるなと思って、要するに軸なんですよね、蹴りっていうことは。このね、まあ、合気道に蹴り技はないんですけれども、こう一本足になるこの不安定さを開祖が嫌ったということで、回し蹴り技はないんですけれども、まあ、蹴るとすればやっぱりこのね一本足になった時もなるべくこう軸が安定しているってことがすごく大事になってくると思います。なので軸を意識する稽古として、まず回し蹴りそのものがいい稽古だなというのが今日の発見、その1で、これに対して技をかけていくわけなんですけれども、こっちの方がいいな。じゃあお願いします。はい、お願いします。考えられるパターン、その1は横面打ちと同じようにこう入っていきますね。で、こう相手が防御の手を出すので、これに対して一挙投げをかける。もう一回いきます。はい、同じようにこうして、これに対して技をかけるっていうパターンが考えられます。で、これはね、やってみて思ったんですが、あまり実践向きではないような気がするやるとしたらもっと早くパーンとこういってこう取るとかの方がいいと思うんですけど、でもこれは受け身の稽古になりますね。こう来る一本足なんですよね、蹴ってるから一本足の状態で技をかけられるわけです。受け身の瞬間まで一本足で自分の軸を保たないといけないっていう受け身の稽古になりますね、これはね。私がやってみます。はい、じゃあお願いします。もう一回同じ方いくよ。はい、早くやってください。はい、避けないやつ。あ、避けない。はい、はい、だからもう相手が瞬間的にパッと入ってきたら、もう蹴った次の瞬間には受け身ということで、これはすごく受け身の稽古になると思います。ゆっくりやると面白いと思います。パターンその2、はい、蹴ってきてください。はい、シュッとこう避けて、それから飛び込んで相手の腕を押さえて投げると。受け身取ってね。あ、わかりました。受け身の稽古にならないんでね。はい、はい、これですね。これはこれも実戦でね、こんな綺麗に決まるかどうかは置いといて、相手の中心を抑えるっていう稽古になりますね。こう避けて、ここからパッとこう相手の中心を抑えに行く、腕が出る。で、この腕に対してなんとなくわーっとやっても相手は残ってしまうので、この腕を通して相手の中心をこうね崩すっていう、これが大事ですよね。これをこの一瞬でちゃんとできるか、そして前へポーンと力で押すんじゃなく、ちゃんとお腹からの力でそれができるかっていう稽古になると思います。はい、というわけで、くじ引きで決めた回し蹴り一挙の稽古が面白かったので、その、シェアと説明動画でした。